というわけで今回はね、このボートで一体どこまで行けるのかというのをね、ちょっと試してみたいと思いますよ。どんな感じなんだ、こんな感じですね。いやちょっと、なんだ、あ、怖い、やめて、早く燃え尽きろよ。よし、燃えてきた。腐った肉をもらって、はい。で、この、これでボートをどうすればいいんだ。多分こういうことかな。これでボートを、あ、オッケーだ、右クリックだった。で、これで、ちょっと F5 で、どうやって乗るんだろう。ジャンプかな、ジャンプ。え、ちょっとわかんない。え、この、これ乗ってんの？え、どうやって乗るの？あ、乗れた！シフトで降りる。お、進んでる！すごい。ちょっと、あ、これ、ちょっと、アングルが難しいけど。ブオー。あ、このアングルなんかバイオハザード4みたいな。はい。え、あの、自分視点にすると、こういう感じだったかね。ブオー。すごい。ボート気持ちいいな、これ。すごいスムーズに進むよ。あ、こんなとこになんか、海底の山みたいな。何言ってんだ、高いとこがなってますね。あ、すごい、イカの大群みたいなのがいるわ。こういう感じなんだ。気持ちいいね、ボート。おぉ、早いし。ボート早えわ、これ。すげえ。これどこまで行けんだろう。ほらほら、タコの分、あ、タコかイカかわかんないけど。いいね、これ。すごい。どこまで続いてんだろう、この海は。あ、対岸が見えてよ。F5。ああいう感じになってるんですね。おー、あっちになんかあんの。海の中になんかあんの。異国の地みたいな。あ、すごい、なんか雪山みたいのがある、岩の。すごい。だんだんこう世界の視野が広くなるね、これはね。よし、じゃあちょっと自分のとこに帰ろう。大丈夫、俺こっちから来たからつけるよね、たどり着けるよね。すごい楽しい。トゥルドゥドゥトゥルドゥドゥ。これ帰ってる、ちゃんと大丈夫、帰れてるかな。まあ、海岸沿いに行けばいずれは着くでしょう。あ、あっちになんかあるし。こっちになんかある。あ、これが俺の、あれか。なんかこっち、不思議な作りだな。ちょっとこっちを冒険しよう。すごい。え、鳥さんたちが、え、君たち、水鳥なの？どうしたの？水遊びしてるの？あ、牛がいる。牛欲しいんだよな、次。こういう感じになってんのか、こっちは。なるほどね。これだといいね。動きが早いから、あの、普通に歩くより、これで移動した方がね、スムーズに、こう地形が見える。なんか、入り江みたいな感じだね、なんか。すごい刺激的、海水じゃって、海水とかさ、そういう淡水とかっていう、そういう概念はないっぽいけど。ふぅー、あ、えらい、これじゃった、7時間乗ってたからかな。あ、違うかな、ぶつかったってことかな。ちょっと、もう一個作ってくれたかな。これをちょっとちゃんと乗り方を覚えよう。これで、ちょっとギリギリまで行かないといけない。よっ、あ、ダメだ、F5、ちょっとアングルを変えよう。これで、あ、そしたら俺置けてない理由が分かってる。あ、来た。で、これで、はい、また。こっちに行きたい。このアングルで行こうかな。ちょっと、鳥さんたちに。これ何か、障害物にやられたらダメなんだよ、もしかしたら。これなら見通せるな。こっちから、こっちから。ほう。こうなってるよね。こうなってるよね。お、杉くんたち。やあ、杉くん。どうだい？乗ってこない？杉。杉をナンパしてなんも話しかないな。最後、こっち。あ、すごい。くるって回転した。これどういう動力源で動いてんの？そもそも。すごいな。あ、僕の天空の道が見えますね。うふん、素晴らしい。ちょっと視点を変えよう。よし、もうすぐ。どうなのかな。はい、こういう感じになってますね、僕の入り江は。で、こっちはどうなってるかな。こっちは、あ、ずっと、あ、待って、馬だ、馬がいた、馬欲しい。どうしよう。そうだ、蔵あるんだった、蔵。あそこに馬がいるってことが分かったぞ。よし、ちょっと馬ゲットしに行こう、馬ゲット。これどうやって降りるんだっけ、シフトって言ってたの確かな。ちょっと、止まってほしいな。もうすぐ着くからね。
はい、シフトで降りると、シフト押し降りた。あーちょっと、あーどっか行っちゃった。まあいいや、じゃあちょっとね、馬の鞍を、サドルを取ってこようと思います。サドルを取りに行こう。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。